は。今日は 3D オーシャンアート、水面ウォーターサーフェスを作ります。何度かインスタに写真とか動画をアップしたことがあるんだけど、そしたらどうやって作るんですかって聞いてもらったんですけど、なんかね、もうこうやって作るんだよって教えるのが恥ずかしいぐらい簡単すぎてなので今日はその簡単なのをやります。このウォーターサーフェス、あの水面の作り方って、いろんなやり方、表現の仕方があって、いろんな呼び方もあるんだけど、例えばさ、こうボコボコとしたシリコンモールドにレジンを流して固めて作ってみたりとか、テクスチャーを使って波の部分、泡の部分を表現してみたりとか、レジンを流して固まる前にシリコンスティックでこうへこみをつけて、指でもいいんだけど凹凸をつけてボコボコさせて作ってみたりとか、仕上げ方もレジンコーティングしたりとか研磨してみたりとか、いろんなやり方、表現の仕方があると思うんだけど、今日やるのは全然そんな手の込んだことではなく、え、そんだけって感じなのではい、ぜひ皆さん真似していただけたらなと思います。どんな感じの仕上がりになるかというと、こんな感じ。これはパネルに、オーシャンアート、波を作った後に海の部分を 3D オーシャンアートにしたんだけど、この部分の拡大はこんな感じ。めっちゃ水面でしょ。今日は作り方なので、波は作らなくていいかなと思うので、パネル一面を 3D オーシャンアートに仕上げていこうと思います。では早速作っていきます。では A4 パネルに 3D オーシャンアートを作ります。まずはパネル全体を下塗りするんだけど、アムステルダムアクリリックネープルスイエローライト、はい、こんな感じになりました。ではレジンを混ぜて着色していきます。着色は3色なので3つに分けて、まずはアイキャンディーエンジェルブルー、ちょっと少なめにこんな感じ。次にアイキャンディーシャルトリューズ、同じく少なめこんな感じ。そしてアイキャンディーシャイド、3色できました。ではパネルに流していきます。まずエンジェルブルー、シャルトリューズ、シャイド、スティックでパネルを押さえて手で伸ばしていきます。色の境目をちょっとしっかりめにぼかして、ヒートガンを軽く当てて小さな気泡を飛ばしてあげます。ほこり取りをしてほこりよけカバーをかぶせます。このまま硬化、きれいに完成。では少量のレジンを混ぜていきます。このまま透明のレジンを水面に使ってもいいんだけど、今日はちょっと淡く仕上げているのと、波を作らずにパネル一面が 3D オーシャンアートになるので、ちょっと色をつけていこうと思います。コピックインク B01 というわけで着色、ちょっと薄いかな、もうちょっと。ほんのり色がついてるぐらいにしたいから、これぐらい。粘度を上げるためこのまま放置、そろそろかな。では 3D にしていきます。
なんとかけるだけなのです。かけるポイントとしては、私はスティックでかけてるんだけど、カップからそのままかけてもいいし、ただ線でかける。でもレジンの粘度を上げているとはいえ、まだ柔らかいのでレジン同士がくっついて勝手に面になってくれる。キチキチに線を引くと全部がくっついて面になるので、隙間を空けてレジンをかける。するとある程度はくっついて、ある程度は離れてくれるので、水面っぽく見える。適度に適当に間隔を空けてかける。A4 パネル全面だから 40ml あれば十分？ちょっと多いかな。パネル全面にかけたら、ほこりよけカバーをかぶせて硬化。はい、こんな感じにできました。どうどう、いい感じでしょ。このまま完成でもいいんだけど、もう1層もしくはもう2層同じことを繰り返して、この上からレジンをかけてもいい感じになる。なので今日はもう1層レジンをかけます。ではレジンを混ぜて同じように着色、そして粘度が上がるように放置。ではそろそろかけていきます。2回目も同じようにかけるだけ。適度に適当に間隔を空けてかける。ほこりよけカバーをかぶせて硬化。はい、こんな感じに 3D オーシャンアート完成。ちょっと見えやすいかなと思って外に出てみたんだけど、どう？色はこっちの方が綺麗に見えるよね。いかがでしたか？こんな感じに仕上がりました。もうこの 3D 部分がキラキラしていて、めっちゃみなもしかも作り方もとっても簡単だったと思います。かけるだけ。ぜひこの 3D オーシャンアート、表現の一つとして皆さんもチャレンジしてみてください。以上、ゆみんでした。バイバイ。